ドネツク人民共和国及びルガンスク人民共和国との相互同意に従って軍事作戦を決行する。ロシアはウクライナへの侵攻に踏み切った。ウクライナ、その国は東をロシア、西は欧州連合諸国に挟まれた位置にあり、面積は広く日本の 1.6 倍、人口も4000万人超の国家である。その歴史は17世紀に一部がロシア帝国に支配され、20世紀になってソビエト連邦ができると、その中でロシア共和国に次ぐ2番目に大きな共和国となった。その後1991年ソ連が崩壊、ウクライナは独立国家となった。2013年11月、今回の事件の縁因となる出来事が起こった。親ロシア派のヤヌコービチ大統領が EU との連合協定をめぐる交渉の停止を発表。ちょっとね、今回の交渉は。これを受け EU 加盟に賛成する野党親欧米派市民が大規模な反政府デモを起こした。2014年2月、ついには100名以上の死者を出すデモに至り、ヤヌコービチはロシアに亡命。出て行け。これを機にウクライナ国民の反ロシア感情が高まった。その1ヶ月後、黒海に面したウクライナ領クリミア半島内の自治領クリミア自治共和国にロシアが自国民保護の名目で侵攻。クリミア危機である。ロシア系6割が住んでいるクリミア自治共和国は一方的にウクライナからの独立を宣言。ロシアはすぐにクリミアを併合した。無論国連総会は、投票方法に正当性はなく併合は無効であるとする決議を採択したが、ロシアは実効支配をやめなかった。ロシアによる不法占領を受けてウクライナ東部でも情勢が急激に悪化。ドンバス地方ではロシアへの編入を求める武装勢力がドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を自称し、一方的に独立を宣言。ウクライナはこれらを反政府武装勢力とみなし、占領された地域を取り戻すべく反テロ作戦を実施。2014年3月、ドンバス戦争に突入した。そう、親ロシア派との武装衝突は8年前から始まっており、これまでに1万4000人もの死者が出ていた。ウクライナ東部での紛争激化を受けて2015年2月、ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの4カ国は停戦協定ミンスク合意を締結。しかしこの項目の一つに、支配地域に事実上の自治権にあたる特別な地位を与えるというものがあった。この特別な地位に含まれるものが外交権であった。しかしドネツクとルガンスクが外交権を持つようになると、ウクライナ政府が NATO に入りたいと言い続けても、 NATO に入りたくないと言えば不可能になる。ウクライナはこの項目を渋った。プーチンはこれに批判。ドネツクとルガンスクの独立承認にあたって、ウクライナが停戦合意を守っていない。ウクライナ東部に自治を与えること、これはウクライナにとって承認しがたい項目であった。その後ウクライナは脱ロシア、 NATO への加盟を求める動きが加速。この NATO とは日本語で北大西洋条約機構、簡単に言うと旧ソ連に対抗するために生まれた軍事同盟である。加盟国の領土と国民の防衛を最大の責務としており、加盟国のどこか一国が武力攻撃を受けた場合、全加盟国に対する攻撃とみなして集団的自衛権を行使することを規定している。米国を中心とした NATO の拡大の動きは、東方である旧ソ連の勢力圏をも侵食。2004年、ソビエト連邦構成国であったエストニア、ラトビア、リトアニアが、2009年にアルバニアとクロアチアが、2013年にモンテネグロが NATO に加盟した。プーチンは焦った。ウクライナまで加盟するとなれば、旧ソ連構成国で2番目の人口を保有し、ロシアの安全保障上の干渉地域となるウクライナを取られることは、プーチンにとって極めて大きな脅威であった。それだけではない。ウクライナの民主化の阻止、これもプーチンにとって非常に重要なことであった。
民主化は反勢力を鼓舞し、ロシアの専制体制転換への動機づけにもなりかねない。プーチンの根底には、欧米を中心とするリベラルな価値観こそが、ロシアの精神的な基盤を破壊するという思想があった。2019年2月、プーチンの意に反してウクライナは憲法を改正。将来的な EU、NATO に加盟を目指す方針を表明した。3ヶ月後に就任したゼレンスキー大統領は、新 EU 路線を取りつつも、ロシアとの対話の用意があると表明。2020年7月、ようやくウクライナとロシアとの間で停戦合意が実現。しかし、停戦合意はこれまでに何度も破られており、長期的な停戦につながるかは不透明であった。これで解決に向かうといいが。2021年、案の定、停戦合意違反が増加。ウクライナとの国境付近でロシア軍の増強が行われた。2021年12月10日、ロシア外務省は、ウクライナの将来的な NATO 加盟の決定取り消しを求める。NATO がこれ以上拡大しない確約をアメリカに要求。これに対しアメリカ国務省は、ロシア政府が停戦合意を破り、ウクライナとの国境に10万人以上の軍隊を配備し、現在の危機を引き起こした。と拒否。その後、ウクライナ北部に面するベラルーシにもロシア軍が展開。一方、アメリカは今年2月、東欧への兵士3000人を追加派兵。そんな最中、各国首脳はウクライナ問題の外交的解決に望みを託し、動きを活発化させた。バイデンとプーチンは2月12日に電話会談を実施。ウクライナに侵攻した場合、同盟国と共に断固対応し、迅速に厳しい代償を加える。 NATO が東欧への拡大停止などについて意味のある回答がない限り、我々はその脅威を排除する。日本の岸田首相は2月17日、プーチンと電話会談をした。ウクライナ情勢について重大な懸念を持って注視している。力による一方的な現状変更ではなく、外交交渉により関係国にとって受け入れられる解決方法を追求すべきである。ロシアに対して軍の撤収を求めることはなかった。2月18日、世界に緊張が走った。私は彼が決断したと確信している。そう信じるに足る理由がある。とバイデンが発言。そしてついに2月22日、プーチンがウクライナ東部のドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国を勝手に独立国家として承認。平和維持を名目に同地域への派兵を決定した。これを受けバイデンは、ロシアによるウクライナ侵攻の始まりだ。主の名においてプーチン氏が国家を自称する勢力の独立を認める権利があると誰が思うのか、とプーチンを批判。そしてその2日後、プーチンはウクライナ東部ドンバス地方での特別軍事作戦を実施すると発表。これは事実上ウクライナ領へのさらなる侵攻の表明であった。第二次大戦後に築かれた国際秩序の基盤を根底から揺るがしたプーチン。これは台湾問題を抱える東アジア、つまり我が国も大きな影響を受けることは言うまでもない。